こんにちは、ノマです。パープルプリやっていきます。今回は新キャラに備えよ天才の入部届け持ち込みでエビュー強化ですね、やっていきたいと思います。サバカ編です。闇のアイラ、リンちゃん、ルミナ、マモル、そして胡蝶忍ということで、新キャラの実装がこの動画が上がる次の日におそらく予定されていると思います。すでにカウントダウンが来てるんでね。なので、まあ、その、おそらく投手とされるピッチャーを迎え入れていくためにもね、リハビリがてら、入部届け持ち込みで行きたいと思います。行きましょう。おぉ、あ、いいんじゃん。これはめっちゃ助かる。ナイス。で、実はもう3回目ぐらいのチャレンジなんですけど、やっぱりこう、デッキパワーというか、バランスを考えて結構サクセスしなきゃいけないので、サバカの方は。なんかその辺が、難しいなというふうに感じていたりはします。リリース頼むよ。来い！にゃー、まあ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 。ただエース盆栽なんでね、普通に全然更新余地はあります。で、まあ今、経験点種別を積極的に技術と筋力で踏んでるんですけど、まあこの辺が大事っていう話ですね。本家でもいいんだけどな、これ。ああ、いいじゃん。普通にうまいっすね。ただうまいけどこっちでも全然 OK。 まあ、りんちゃんの評価とあとメンタルで踏めるっていうのが評価高いですね。メンタルで踏んでいかないとこういう感じね、ガンガン削られて終わるんで。お、強くなった、ありがたい。あ、リリース取ればよかったな。コツ掴んでましたね。やめてー。体力回復、ナイス。これさ、早速あれなんですけど、一個使えるようになったんですけど、ちょっと評価がね、多分、おお、すごいね、3種類いいじゃないですか。これは踏んでいきましょうか。スタミナ猛暑期値、まあまあいい感じですね。これは踏もうか。うん、マントル使ってエーテルつけた方がいいですね、これ。スタミナにつけば最高。あとは、うまいこと、この、処理をできればって感じか。っていうか、もうすでについてるわ。さーて、どうしましょうかね。メンタルで処理しよっかな、これ。ちょっとスタミナをうまいこと処理したいんですよね。それから、もう一回つけたい感じはある。メイト評価。はあ。おお、いいんじゃない。これ強いね、普通に。踏んじゃいましょうか。これは普通にありです。リリースとかチューンぐらいは取るかな。よし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 。まあまあいい感じで進行できている。で、ソウルエーテルつけちゃいます。ギリ上がり根性頼む。いやー、やる気下げられていく。ほう、ここよりここで踏みたいですけどね。ただまあ筋力なんで取っちゃってもいいかな。うん、まああんまりこだわんなくても感はありますが、こだわりましょう。ナイスー。タイミングが、うわー、もったいねー。ここは噛み合わなかったんですね。来い。いやー、2人いいですね。ここは踏んじゃいます。メンタルでしっかりと取っておくっていうのが大事なんでね、後々に生きてきます。急速だが今回いけたな。悪くはないが全然良くもないので、メンタル踏みましょう。ちょっと温存気味です。やる気が上がり、うわー、上がったのに。はいはいはい。これは強い。シンプルに強い。ちょっと今、経験点種別が変化だったんで、なんとも言えないところはありますが。3360点。まあまあって感じですかね。ただ、リンちゃんがまだ来てないんで、それだけ気になります。早めに呼び込みたいので、これは早めに処理したいところです。
ので処理します。ので処理します。伸びていいですね、黒がね。うわー、サボり癖。マジでやめて。監督踏みたい。監督さん？いないが、ここ行くしかないな。このパターンだと。このパターンだと、ここに行くしかないですね。よし。監督、なんとかしてパターンだな、マジで。だけど。お、やる気、一段階、ありがとう。変化球。とことんやる。いや、強くはない。シンプルにこれでいい。うわー、マジか、治らんのか。じゃあ、監督で直して、本当に。強い。これはマジで踏めてる。これは、マジで踏めてほしいですね。だいたい踏めないんですよね。って言ってると踏めたりするんで、その、逆説理論にかけていきたいと思います。逆説理論。ナイス！しかもこれ、技術ファントムだったんで、めちゃありがたいですね、この400点が。よーし、りんちゃんも、いい感じ。あ、強い強い。あ、てか、急速なんだけど。踏めねえか。こっちだな。まあ、踏めるかどうかは別問題として、バランスはとても良くなってきました。よし、いいね。悪くはないだろう、マジで。鉄腕、呼吸反応。胡蝶忍もまだ1回目。神野があと1回ですね。うわー、超踏みたい。ふおー、ナイス。よく通していく。マジ？うわ、強い。これは本当に心の底からお願いします。残り20。ポイントバランスも素晴らしい感じですね。616。まあ、うまく、さばけるとは思います。はい、低めとかね。まあ、なんとかどうとでもなるでしょう。問題はこれを通せるかどうかの話。はい。おーい！ちょっと！それはいかんて。はい、ナイス。まあまあまあ、一段弱くなりましたが。まあ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 、これなら、許しましょう。ピンチ。休む。気合い。で。おう。強いじゃん。これ通してくれたら全然許すよ。オッケー。よし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 。いいんじゃないですか。で、ここは、いっちゃいまーす。そろそろ1万点、いきましたの号令が欲しいところだが。うまいっすね。技術金。よーし！なんとか埋めている。お、マジ？結構よく来るな。ナイス！それサボり癖も直してくれたら、うお、神。神連来ましたね。ただここは、正直、いやーでもこれは強いわ。これは行くしかないわ。割と全然あっちでもいいんですけど、これは普通にめっちゃ強いです。オッケー。よく日和らなかった。筋力うまーく入ってますね。マジでお願いだからそろそろ、まして普通の監督を。スタミナ1系。つえー。330点か。踏むしかねえな、これバランス的にも。いや、気持ちいいぐらいバランスいいですね。まあ、さっきね、1個踏めなかったのは本当に痛いんですけど、まあまあ、それを補って余りあるいい感じに、進行しているかな、というふうに思ってるんで、お願いします。ナイス！ 1 万ぐらいはいったか？うん、9839。まあまあでしょう。
なんか筋力が稼げてるのがマジでありがたい。それ以外は正直いつでも何とでも稼げると思うんで、筋力欲しいですね。よーし、しかもフリーと渡り、わあやる気。それはやめて。てかファントム出すか。ファントムがずっと行方不明なんだけど。ここは一つ出しておくのと、もう普通に直していきましょう。いつまでもビクビクしててもしゃあないんだ。これで1万か。ああ、しびれですね。はい。これで、また二つ、取りに行けそうです。からの、声をかける。これさ、アイナとか終わってるかな？ちょっと怖いですね、かぶりが。鉄腕は取れてる。わ！マジ強い。しかも僕これ、ハーフを使えるんですよね。これは、えぐいで。はい。ということで、カンストしまった、すべてがカンストしました。これは、エグです。完全にエグいです。よし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 。ムービングファースト取ってますね。クイッチどうしたらいいんだろう。緩急か。切れ。はい。54、残り。チャイルボールちょっと嫌だ。50とか処理できないな。これ以上の処理がなかなか厳しそうな感じです。まあこんなもんでいいかな。まあいいでしょ。強っ。4固定来ましたね。ここでまあ一回ね、タック外されてますからね。これくらいあっても。おーい、ちょっと期待したよ。いいでしょうって言おうとして興奮したのに。完全にスカだったわ。完全、一人しかおらんわ。さすがにこれはいかんでしょ。いやー、筋力が気持ちいいぐらい入ってくれてるのが助かるな。ファントムも途切れずに食い出していけそうなぐらい取れてますね。そして伸び骨もありがたい。やる気ちょっと上げて、まあ、ここは筋力吸い出してますか。構わない。4月の1周まで耐えたいわ。ほい。いやー悪くないですね。この4は得意練習率アップかけましょう。悪くはない。決してちょっとルミナ待てねえな。これさまだ来てないのか。ちょっとタイミング的に被る可能性ありますね。それだけがちょっと怖い。開眼しましょう。みなぎる活力もらいます。エースの風格もらえません。神です。いいよ。ハモリ癖ですごいタック休んだと思えない。ピンチで、教えてほしいかな。筋力のファントムですね。ありがてえわ。来た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 。来ているでしょう。うわあ、一人。一人。体力回復も込みで、ここ行こうかな。まあ、どうせやる気は、この次で回復できる。コツもありがたい。得意練習率アップとは。いや、ダンジョンいらんわ。ダンジョンいらんわ。ちょっと得意練習率アップとはってなってるから、マジで頼むわ。
尻上がりこれで処理 OK ですね。強い。これはここでしょ、先に。人数の重なり方が相当いいので。ファントム2体出てるから動けねえな。尻上がり、玉持ち。要所、あと制圧？内角、縛り。制圧、エースの風格。ちょっと縛り。縛りちょっと待ちましょう。ダンジョンいらねえんだよな。イベントも終わってるんですよね、多分大体。遠慮します。かぶんなよ。おーい、何をしてるんだ。これは怪奇不可のやつが来てこれなんだもんな。マジ超絶もったいねえわ。これはちょっと続けましょう。今のところはね、全く問題ないぐらいいい形なんで。いやー、やっぱこれがあるからな、なかなか難しいですね。超絶噛み合ってこれだとほんと悲しみ深いわ。これで振っちゃいます。先手必殺はもらえる。完全燃焼はもらえないが筋力を使う。うん、鉄人はもらえないが筋力を使う&大外ししてますね。うわぁ、めっちゃ順調なのにな。こういうのがあるからなかなか厳しいですね。いきますか。悔しさしか残らん。驚異の切れ味。から、こっちでいいですね、今回は。強すぎるんだけど。マジか、ルミナからもらってよかったレベルだ。無理っすもんね、普通に。ルミナからもらっていいやつ。切れ味。尻上がり。必殺。いやー、普通に甘えとけばよかったのか、完全燃焼で。まあ、筋力しんどいんでね、ちょっと。どういう感じかなとは思ってたんですけど、まあ、こういう形にどうしてもなっちゃいますね。あれだも取るか。あと残り筋力をうまく入れられれば、どうにかなる可能性はありますね。点数的には、問題ないくらい出てると思うんで。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。よし、 OK。 うん、2万739点。しかもこのセクション1万件以上出てますね。なかなかいい感じ。お、回復入りました。悪くないですね、この形なら。いやー、これ出したいけど技術なんだよな。まあ頑張れると信じてここ振るしかないですね。出すよ。からの筋力。これは絶対筋力で踏みたいな。ははは、ひどすぎワロ。頼むよ。前回結局入んのかい。ルミナで脱三振もあります。ほい！うわー、うまい。これ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 。形になる可能性出てきた。これが入らないと、サバカの方はマジ筋力足んないんだよ。特に盆栽、まあ、天才とはいえ、センスついてないんだよ。はい。うわー、強い。マジか、やばい。ちょっとずつ、はまり始めて、ような気はします。うん、悪くはなさそうかな。よし、これで、踏みます。なんか、ないか。これでブレイン入るのもでかいし、体力が戻るのもでかいし。あとはアンドロとかを引き出せるかどうか、ですが。
はいはいはい。悪くはないが、さすがに良くもない。ここ一回メンタルでいいですね。ファントムの関係もあるんで、筋力を使っていいです。よしよしよし。これは、なんとかバランスされてきましたね。うわぁ、それだけにまずもったいないなぁ。ダンジョン。変化。筋力に人が、いない。そしていない。これ踏みたくねえな。恩恵ゼロですね。ただ今更恩恵とか言ってる場合でもないんで、踏んでいきます。もう多分間に合わないでしょうし、いろいろ。おーい。ちゃんと光って仕事指定状態。いやーこれ固定解除するべきかな。まあ関係ねえか。もうファントムタック待ちですもんね。いや、いいんじゃない。やめてー、やる気はやめてー。強い。いやー、ばらついたー。ここでばらついていく。一回、リンで休みます。いや、リンじゃないと無理だな。ちょっと今、迷ったんですけど、ダンジョン使うかどうか。今は使えないです。1000、2体入れてるんで。ほい。まあまあまあ、もう踏んでいくべきですね。ダンジョン使います。で、筋力はまあいい感じになってきてるんで、これはありがたいな。よし、オッケー。うん。ナイス、重い球。伸び終わっとんよね。で、球速もすでにいい値まで来てるんで、あとはまあ、うまいこと、帳尻を合わせていくだけですが、鉄人は取れません。さすがに。いけますか？はい、行かれました。次、行きましょう。オッケーですね。よし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 。カラン。変化。うーわ、すごい、マジで。これ、うまいこと。うまいこと、なんとかなるかな。どうでしょう。わかりませんが。981。ちょっと、筋力、これ以上、さすがに使いたくないんですよね。ちょっとおかしなことになるんで、このままで。どうにかこうにか、これ筋力タック引きたいな。暴れ玉、まあ、引ければ割と面白いんですけどね。すげえ。普通に、ただナチュラルできたわ。ありがとう。これで形になるかもしれない。エーテルでいいから引き出したいの、これ。どうにかなりそうな感じにはなってきたかな。暴れたな。よし、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。よーし、カラン。うお、変化か。いやー、まあ強いんですけど、バランス的にはやっぱ筋力踏みたいかもな。変数ではないので、いや、どうだろうな。海岸も終わってますからね。どうもいいかな。所詮80点だしな、あっち行っても。うわ、すら。すら。あとはスタミナ分。スタミナ。おー、これも行きたいね。よーし、偉い。それはよく通した。これでなんとかなるんじゃない？行きますか。はい、勝てました。次行きましょう。OK ですね。さあ、筋力をください。うわー、強え、これ。普通に強い。次のターン来てほしかったわ。スタミナは若干上げないとダメそうですね。95で変化1個振りますか。そこ中継ぎにしてあげたい。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。109オールして、最後は43、もしくはスタミナを踏んでいくか。
43の方が確実ですよね。4上がったら60ポイントだけど、3上がったら45ポイント。こっちか。スタミナいきます。3、4! わ、2。2でした。そしてサクッとでここは勝負かけます。さて、さて、技術精神はどうしても余るかな、これ。うん。まあ、しょうがないですね。これで。いきましょう。はい、頑張りました。ということで、なんとか無事に終われました。結構、ね、相手にね、自動失点2点取られて、ビクビクしてたんですけど、どうにかこうにかなりましたね。新怪物9位ゲットです。まあ、若干きついかな、やっぱり筋力が。っていう感じはありますが。そこそこ経験点は出たんじゃないかな。ちょっと精神点が漏れちゃってますけど。はい、ということで、31,021点ですね。このアカウントではかなり高い方で3万点超えてくると。はい、ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じです。スタミナは106乗りませんでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 なのかな。で、各集客が8の11になってます。さあ、行きましょう。あとは1000中抑え全部できるようになってますね。技術精神めっちゃ上がったんで。ということで、PF2 でした。どうなんだろうな、更新できてるのかな、この辺はいけるんかな、いけなさそう。うわー、悔しい。そこそこうまくいったのに、やっぱりかけた金徳が重すぎたって感じですかね。まあ、ここなので、まあ、ちょっと届かなかったかなって感じですね。なので、まあ、やはり気をつけなければいけないというか、まあ、あれ気をつけようもないんですけど、まあ、あの被り方をされるともうどうしようもないかなっていうところが、まあ、一つあったかなっていうところと、技術と精神ね、結構点数で言った割には余ってしまったので、まあ、そこがもったいなかったかなって感じですね。まあ、そのあたりはしっかりとカバーしながら、次の新キャラが入ってきた時にね、バチバチやれるように頑張っていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。